皆さんおはようございます。株式会社ブレインワークスの近藤昇でございます。まあ今日もリアルタイムでお話をしたいと思います。まあ今日のテーマはですね、ここに少し出てるようにちょっと私が作ってきた書籍を出してますが、本でビジネスを創造する、まあ それが進化してコンテンツでビジネスを創造するというようなことで話をしたいと思います。まあ私35年働いていることになるんですけど、まあよく専門は何ですかと言われることはあります。まあその時は建築とかですね、 IT というふうに説明はするんですけど、まあこの本、まあ出版ということで事業もやってますけど、まあこれは専門なのかということでいけば、まあもちろん本ちゃんと作るという意味では専門ですけど、まあそれよりも私自身も個人としても会社の代表としても、まあ、表現する自分の考えとか、まあ、コンテンツとかを表現するということで、まあ、表現のツールという捉え方もしてます。まあ、今日はそんな話をしたいと思うんですが、まあ、実際27年前に会社を始めた時にですね、まあ、今でも変わらないですけど、一つはまあ好奇心という、まあ、大体創業したってみんなそうだと思うんですね。まあ、それとそれに加えて私の場合は人がしないことをするということが、まあ選択肢に常にあるんですけど、まあその中で実はこの出版ですね、これは私の人生で言ったらちょっと想定がですね、まあなぜかというと、私小さい頃からまあそもそも勉強は嫌いでしたけど、国語が一番苦手で文章を書くとかですね、まあそういうことが全くできなくて、まあそうですね、20代になって本も読まず、まあ27歳ぐらいからなんかビジネス書を読み出したみたいなタイプなので、まあ今こういうふうに本をテーマにビジネスをしたり、まあ自分が本を書くっていうことは結構想定外なんですね。まあそんな中でも、こういう今日のテーマであるんですけど、本でビジネスを創造するというようなことで話をしたいと思います。実は、この本を作ったのが2001年ですから、もう約20年前ですね。まあ、なぜさっき言ったように本には全く無縁、国語文章とかに無縁の私が本を作ったかということですけど、まあ創業時に IT の仕事を、まあ、事業の一つとして始めて、まあでよくあるパターンでセミナーをやりだしたんですね。でセミナーやってると、まあ、そこにこうその話を聞いてて、いや小野さん面白いこと言ってるから本に書いたらどうやとか言われましてね、まあ、結論から言うと、まあ、その方は、まあ、いわゆる出版エージェントだったので、まあ、上手にこう本というビジネスに乗せられたというところではあるんですけど、まあ、そんなこと言われながらこう出してみたのがこの本ですね。だから中小企業の IT 化失敗する、まあ、今みたいになってもこれは世も変わらず通用すると思いますけど、その時代っていうのはそもそも IT っていうのがちょっと目新しかったり、こう失敗するよとい こう警鐘というか、ちょっとびっくりするようなタイトルをつけたことによってですね、まあ、おかげさまでひょうたんからコマみたいな話がいっぱいあって、まあ、仕事はたくさん取れたんですね。まあ公演以来は商工会議所とかあちゃこちゃから来たし、まあ、名だたる IT 系の大手会社とのアライアンスも進んだり、まあ、あとはここに書いてあるように中小企業さんから問い合わせが来たりね、まあ、だけど、まあ、いろんなオチがあって これは本というのはこういうふうに書くと、まあ、すごいこう期待をされるわけですね。いわゆるグラウンド的に言えば信頼が先にこう先行するから、まあ、ミスをしたり、まあ、十分な相手に期待に応えられなかったら結局クレームにつながったりするということを学びましたけど、まあ、そんなことやってながら、まあ、続けてこの、まあ、大体調子に乗ってすぐこの本出したんですね。まあ、この辺りから、中小企業の IT 指南とか情報共有化支援をする会社ということで、まあ、多分一気にその頃は認知が広まって仕事も増えてきて、まあ、某大手のエネルギー会社から、まあ、2、3億のこう、まあ、コンサルじゃないんですけど、こういう IT 活用支援の仕事をいただいたりね、まあ、こんな時代がありました。まあ、要するに本をたまたま作ってみたら、まあ、メリットがあったわけですね。でデメリットはないのかっていうのはあるんですよ。もちろんたくさんあるんですけど、まあ、今日はそれを置いといて、まあ、メリットいっぱいあるんです。で、
まあ一般的にはその本に無縁の人たちっていうのは本を出したら売れて印税収入があるんじゃないかとかね、でそれは間違いではないんですけど、まあ印税収入ってただ知れてますよね。まあ有名な小説家が100万部売れれば確かにそれなりのリターンありますけど、普通ビジネス書っていうのはまあ巷で言われてますけど、まあ5000冊売れたら成功だし、1万冊売れるビジネス書なんかなかなかないですよね。まああの新聞とかいろんなところでたちまち増刷とかね、まあそんなことは出てますけど、まあそれなりのからくりがあって、実売で言ったらそんなもんなんですね。まあなので、まあ後で言いますけど、今出版会社カナリアコミュニケーションずっとやってるんですけど、その中ではこうビジネスにつながる本であるとか、まあ個人的な本とか、まあ多岐にわたってますけど、まあ今日はそのビジネスにつながる本っていうのはどう考えるかっていう話ですね。まあそこでメリットあるのかっていうことで、まあまず頭からその本を作ってそれで収入、会社の収入源するっていうのはやめた方がいいです。そんなことで社員の給料払えないし、そういう単位ではないので、それよりもこの本を使っていかにこうビジネスを発展させるか、まあさっき言ったように本でビジネスを創造すると。でまあブレアンスグループとしてもまだまだ発展途上ですけど、かなりのところで、まあ、うちは本を使ってます。まあもちろん失敗もありますけど、まあトータルで見たら20年間で見たら成功してる方じゃないかなと、まあこのようなことでありますね。まあだからこれ20年前に先ほど言ったように出版自分で体験してみて、その後数年後のいわゆる出版会社もやってみて、まあ、それが時代に警鐘を鳴らすということでいこうということで、カナリアコミュニケーションズって言うんですけど、まあもちろんいろんな苦労もしてます。まあなかなかこの出版業界が社用産業であって、その読者が、まあそれはネットの影響もあるし、まあ時代背景も変わってきたので、活字をしっかり見るっていう文化も消えつつあるんでしょうかね。まあそんな中で出版業界にも参入して、まあそれはなかなか、それだけ言うと大変なことなんですけど、ここで視点を変えてきたのは、まあ自分たちがその本でビジネスを創造することが少なからずできてきたことと、まあそれとこの自分のメディアとして使うオウンドメディアですね、これには本ってすごくメリットあるなというふうに思います。まあいろいろ書いてますけど、きっと一番下じゃないですかね、主義主張に信憑性が増すと。これってね、感覚的なもんでもあるんですけど、ネット上でフェイクニュースも混ざってて、そうすると真偽を確認するってなかなか難しいんですよね。もちろんその再構築いくらでもできる、デジタルの世界でできる。ところがこの紙の本っていうのはなかなかこれ改ざんはできないですよね。まあ単純に言うと本を作っていわゆる書店流通に流してしまうと、どっかの本屋にあったり誰かが持ってるわけで、これ改ざんするってことはなかなかできないであったりね。これ実はこの ISBN コードをちゃんとつけてしかるべきところに流通させるということになると、いわゆる国の図書館にも入ると、まあこのようなこともあるし、まあそもそも人間っていうのはその今みたいにどれだけ IT が発達してデジタル上で、あるいはオンライン上、パソコン、スマホで何かコミュニケーションしたり仕事したり買い物したりっていう時代が来たとしても、やっぱり一番落ち着くのはアナログですよね。こう触ってみてとか、本だと重さがあったり、本の一つの楽しみっていうのはこれ想定ね、この表紙のことを想定と言ってみたり、まあいっぱいメリットがあるわけで、まあそんな中で私たちは出版会社としてのビジネスも大事ですけど、このカナリアコミュニケーションをどういうふうな役割で、それでまあブレアンスグループとしてっていうことがベースですけど、それを超えてどういうふうにこうメディアとしてね、新しいこう風を吹かせるとか役割をっていうことで今やってます。まあなので、まあ、これは正直、まあ、今だから言えますけど、カナリアコミュニケーションズっていうのは出版会社で出版業界には属してるように思いますけど、うちは全然違うところでやってると思っていて、何回も言いますけど、本でビジネスを創造するところから今度はコンテンツでビジネスを創造するという役割をね、もっと広げていきたいなと思います。で、私なりに何冊か自分で本も書いたし、会社の本も作ってきたり、あるいは知り合いの方々の、そういう表現をプロデュースするということをやってきたんですけど、
まあ、そこでいろいろ学んできたこともあるんですけど、まあ、実は4年前にこのもし波平が77歳だったらっていうのを作りましてですね、まあ、正直作る工程とか中身の反省はあるんですけど、まあ、ぶっちゃけてこのタイトルだけで結構フックでですね、みんな印象に残ってるんですね。でそこからこう、まあ、一つは人とつながってきた、あるいはグレハスグループとしてこう本を出すということは、本というのはパブリックなので、まあ、それは先ほど言ったように1万冊売れるか売れないかっていうのは多少の気になるポイントですけど、やっぱりこの信憑性が増すと、こういう本を出してその時に考えていることを伝えて、いやもう日本の高齢社会に対して何か貢献するとか、何か改善策を一つ見つけるとか、まあそんなことをこう宣言するとですね、まあ本気で書いてる本でもあるので、まあ、いろんな人が集まってきていただいて、まあ、そこからまあ私たちの、ホームページとか Facebook とかカナリアのホームページとか見ていただくと分かるんですけど、いろんなシニアの方々を表現したかったとか本にしたかったとかいう方々の本が広がってます。そうするとまたそれは相乗効果になって、まあ、コミュニティであったり、まあ、一つのそのまあ、いわゆるオリジナルコンテンツの集団ができていってるんですね。まあ、そういうようなことを今やってる途中です。でですね、まあ、これ2年ほど前にもし自分の会社の社長が AI だったらということで、これは結構グレハスの未来の事業の方向も書いてるし、まあ、世の中がどうなるかっていうことも私が勝手に、まあ、たまたま IT 業界長いので、まあ、そんな大きく外したこともないし、まあでも誰でも言ってることですよね。こんだけデジタルとか IT とかネットとか情報型の中で、シンプルに言うと人間が人間らしいことを考え出してると、このままではいけないな、こんなことやったら疲れるなとか、まあ情報にしてももうとっくに人間が処理できる情報量って超えていて、まあ一番遮断するのが一番いいんですけど、まあ分かりやすく言えば無人島で1年いるとかね、まあそんなことをやってみたら分かります。まあただ私は例えばベトナムとかアフリカとか行った時に、特にベトナムっていうのは日常はベトナム語で会話されてるので、ほとんどその街とか人が何言ってるか分かんないですよね。ベトナム語で喋ってることは分かっても情報入ってこないので、日本人の日本語とまあちょっと分かる英語ぐらいしか入ってこないっていうのは楽ですよ。とか日本に戻ってくると別に見たくないテレビでもしょうがないこと入ってくるし、街歩いてたら誰かが会話してたり、サインがあったり、日本があったり、あと電車乗っても、なんか釣り広告を見てしまったりね、結局情報が勝手に入ってくるようになってるわけです。まあなので、まあ AI ブームとか言われてますけど、AI はどこまで行ってもツールなわけだから、まあそういう中で人間って何なのっていうのをみんなが考えてる時代じゃないかなと。そんな中でこの本を作るっていうのは超アナログチックでね、でもうちょっとこれプラスアルファ書いてるんですけど、まあ言っても私20年間に20冊書いてないんですね。1年に1冊ずつぐらい。で、まあ本といえば中にはその有名人なんかはもう1年に10冊ぐらい書くような人がいるじゃないですか。まあ、あれがいいのか悪いのかっていうのはその瞬間のブームを作って、商売としてみたらそれは成功なんでしょうけど、まあ私たちは事業をやってる中で本をどう使うかで、そんなブームを作っても仕方がないので、やっぱりこう自分たちがやれてることあるいはやろうとしていることと大きな乖離がない範囲で本を作ってきているので、まあそんなペースではあるんですけど、そろそろ書きたい本がいっぱい溜まっていてですね、だからこれ実際文章を書ける人ってまあすごい才能やと思うんですけど、まあ本にまとめるっていうのは責任が発生するし、棚卸しになるし、いろんなこと調べないといけないし、まあ、誤字脱字も含めて結構神経が使えますよね。まあだからまあ喋るのはどちらか楽ですよね。喋るのは楽で、でも喋ることももちろん責任があるんですけど、この本ということを上手に使うことによってですね、会社の表現の仕方とかブランディングとか自分の会社の何が強いのかとか、本当にこれは正しいのかとか、まあいろんな機会に使えるので、いや私は経営者から見たらそれがじゃあ一冊本を作るのにコストがいくらとか、そんな小さな判断じゃなくてね、やっぱりこのメリットの方から考えるととてもいいんじゃないかなと思います。でまあこれも口癖のように言うのは、まあ営業パーソンもいたらどこの会社でも大体営業パーソンいますよね。まあそれは成功する人とそうじゃない人がいる、成績がいい人と悪い人がいる、
じゃあ一冊の本を使って書店流通で売れなくても知り合った人に渡していくだけでもかなり効果が出たりするんですね。もちろんそれは中身の作り方ということによるので、まあ、単純にはいかないかもしれないですけど、まあ使い勝手いいんじゃないかなと思います。で、今日ちょっと途中でも言いました、コンテンツって何かっていうと、まあ昔は漫画、アニメ、ゲームみたいなイメージだったんですけど、今はもうあらゆるこういう情報ですよね。で、表現の仕方がいっぱい違うので、まあ、こういうのを全部コンテンツとして考えたらいいんじゃないかなと思います。で、常に言いましたけど、まあ数年前ですね、このまま電子書籍が流行っていって、紙の本はなくなるんじゃないか。まあ新聞が、まあ購読者が減ってきたって話と一緒なんですけど、まあそれは絶対ないですよね。まあ、シェアは、紙という視野を下がっていっても、もうおそらくこれ以上下がらないところまで来ていて、まあ、あの有名なアマゾンの多分方向性でもあるんで、全部が電子化にはならないと。そうするとオンデマンドで本を作ろうみたいなことになってきてて、まあ、利用はさっき言ったようなアナログ的なことがないと人間疲れるのと、まあいくつかありますけど、何よりもこれ誰かにプレゼントしようとした時にね、電子ではつまんないです。メールでひょんみたいなね、SNS でどうぞみたいなことじゃなくて、やっぱりこれは作品だし、商品だし、まあプレゼントにも使えたりっていう、こういう感覚ですよね。これが大事じゃないかなと思います。まあ、今、紙の本がなくなると言ってる人は見なくなったんじゃないですかね。まあそんな中で、まあ誰に特に本を活用してほしいか、まあ、表現として使ってほしいかというと、やっぱり中小企業さんですね。まあもともとブレアンスそのものが創業時から中小企業に向き合ってきたということもありますけど、まあ例えばですよ、今私たちも、まあ、使ってたりしますけど、 YouTube であったり、まあ、いろんな SNS があって、その SNS の中だけで何か勝負することがどこまでできるのかといえば、結局資本力だし、そもそも のブランド力だし、まあ、そういった世界は SNS になろうがどこに行っても同じことであって、やっぱりコストかかるわけですよね。だから上手に使うのはいいんですけど、じゃあ根っこは何かっていうと、30年前も今もあまり変わらない本を作るコスト、これはあんまり変わらないですよね。まさか本を作って売りたいから1000万の広告を自分で使う人はいないと思うんですよね。まあ、そういうふうに考えていくと、しっかり自分たちの表現できることを一回そのテキストにまとめてみるとか、そういう本を作る作らないは置いといて、まあ一回本にしたらどうなのかっていうイメージでまとめてみるってことは、私はとても大事かなと思っております。で、そういうベースがあって、それを上手にブログとか今の SNS 使って、まあ YouTuber でもいいんですけど、動画使ってこう展開するということが中小企業の役割とか、その身の丈にあったことだと思います。まあそのようなことをですね、今までもやってきたし、これからもっともっと積極的に、まあ仕事からいろんな社長とつながってはいますけど、もっとこの本の良さをね伝えていきたいし、まあそのためにはブレアンスが、あ、本、ブレアンスの成長はやっぱり本があるから成長してるんだっていうようなことがね、もっともっと実績を作りたいなと、そのように思います。まあですから、まあ、私は好きで、その、まあ、連携、日本語では連携、企業連携とか言いますけど、パートナーさんとの連携、まあ、それはアライアンスというふうに考えているので、アライアンスしながら本を作るということもね、とても大事で、まあ簡単に言うと共著ですよね。 A さんと B さん、まあ、C 社と D 社が共著で作った本というのは、まあ、結構責任が発生しますよね。まあ、どちらで辞めることがあったとしても、その本というのはずっと残っちゃうので、そういう緊張感もあると思います。まあ、なので、いろんなシーンにね、本を使うということじゃないのかなと思いますね。で、それを今みたいに SNS で上手に使っていけば、国内外問わずですね、つなげることができるという時代が来たなと思います。まあ、だから、何か自分のその武器になるようなコンテンツですね、そういったものをしっかり持って、それをこのネットを駆使して広げるということは、まあ、ビジネスにとってもですね、あるいは会社の在り方をどう伝えるかということでも大事じゃないかなと思いますね。はい。で、まあ最後にですね、先ほどその情報型で、まあ、どうやってその自分に必要な情報、
まあ、いわゆる信憑性のある情報とか役に立つ情報を見つけたらいいのかということでいきますとね、まあ、おそらくこれは江戸時代も今もこれからも、まあ、その IT の環境が劇的に急速に変わったとしても変わらないのはベースはやっぱり人ですよね。どの人が発信している情報なのかとか、どの人に教えてもらったのかというようなこと。だから逆にこの発信源が個人でも誰でも法人と変わらないように、あるいはメディアと変わらないように発信源が出てできてしまった時代に、この発信源の多さの中から信用性というと無理にように思うんですけど、そうじゃないですよね。人によって差があると思うんですけど、人間がきっと一生で信頼関係を持って付き合える人っていうのはね、そんな数ないですよね。1万人は絶対ならないし、1000人とそんな状態の人ってどんな生活してるんだと思いますよね。まあ私は感覚的に100人か200人の間じゃないかなと。そうすると結局自分もその責任を持ってそういう情報を伝えないといけない部分もあるし、だけど、まあ、発信したら戻ってくるっていう、これが情報の大体の法則だと思うんですけど、自分から発信してだから戻ってくる。でそういうコミュニケーションでいったら、まあ、大体100人か200人のコミュニティで出来上がってると思うんですね、それぞれが、ね、だからそこをしっかりと見極めて、その中でまず判断の時期を持ったりねしていくことが大事だと思います。で一方で自動的に情報を集めて、まあ、提供するサービスとかね、まあ、いっぱいあるじゃないですか。例えばホテルの予約サイトを集めて、またそれをいっぱいあるからそれをまたまとめましょうというまとめサイト、まあ、これはこれでいいんですけど、別にそんな厳密にホテル選んで泊まったところで何かいいことあるのかっていうことだって考えてみないといけないですよね。たまたま宿探してて飛び込んだホテルが良かったりするという、そういう普通の生活の楽しみ方ってあると思うし、というようなこともありますけど、まあそういうのをキュレーションと仮に言いますよね。自動的にこう何かの仕組みで、例えば私の近藤の森にとって情報をこう教えてくれたとして、じゃあそれどうするかってことですけど、そもそもその企業のサービスが信用できるのかとかね、あるいは個人でもブログ出したり、あこの人の生き方とかこの人のまあ将軍から言って人を騙さないよねみたいなことがあれば信用するし、そういうのが情報源になるわけだから、まあ結局情報をこう自分が役に立つっていう意味でね集めようとしたら、やっぱり人を見ることになると思うんです。まあそれを裏を返せば、だから中小企業もチャンスだっていうのは、まあ中小企業って本当にまあ大企業と比べたら大変な世界でコツコツやってる人多いし、いぶし銀のような世界だと思うんで、そういうことこそね、まあ、信用が前提になるわけですから、まあ、自信を持っていろんな人に伝えていくと、それが大きな範囲で伝わらなくても、例えばアフリカの経営者に伝わるかもしれないし、まあ、そういう時代が来たと私は思います。まあ、なので本と上手にこの SNS のデジタル的なことも使ってね、これからは大きく中小企業者にとってもチャンスが広がっていると私は思ってます。ということで、また、近々に何か思いついたテーマでお話をしたいと思います。ありがとうございました。